家庭用ファックスを使用する若者ラジオファクシミリで受信した気圧配置図。船舶の航行や量においては気象の変化について予想、判断せねばならず気圧配置図が必要である。気圧配置図を会場で入手するには無線ファックスによる定時配信を自動受信することで行う。この図は2011年12月に イギリス軍ノースウッド司令部内のジャムックから配信されたもの。1940年のラジオファクシミリ装置1960年のソビエト連邦のファクシミリ機。インフォテック6000ミューアヘッド &CEO 社のムーファクツの送信機ファクシミリは、文字や図形、写真などの静止画像を電気信号に変換して送受信する通信方式、またはその用途で使用する機器である。 通称は FAX。一般的な FAX は、静止画像を電子データに変換するイメージスキャナ、電子データを送受信するための電気信号に変換するモデム、電子データを印字するためのプリンタが組み合わさった装置である。通信回線としては、有線と無線の両方が用いられるが、一般的には、公衆交換電話網が利用される。2000年代以降は、 電子メール、チャット、クラウドストレージの普及により、世界的に利用者が減少しているが、日本ではこれらを使いこなせない高齢者や、IT 導入の優先順位が低く、デジタル化が遅れている職場など、特定層の需要があるため機器の製造が続けられている。特に中小企業の場合、IT の重要性を理解しない傾向が強く、8割の 企業がファックスに頼る傾向がある。ファクシミリが発明されたのは1843年のことである。これは米国のサミュエル・モールスによる電信機の発明から7年後であり、ベルが電話機を発明する33年も前のことである。ベインの装置1843年、イギリス人のアレクサンダー・ベインがファクシミリの原型を発明し、 特許を取得した。送信側では、振り子の振幅方向に平行な下部側面に、絶縁板をセットする。その絶縁板上に、金属の文字を置き、振り子の先に絶縁板に接触する、金属針を取り付けて、左右に振り子を動かす。接触針は絶縁板を左右に移動して、絶縁部分に接触しているときは、非道通金属部分に接触すると、 導通の信号を送る。一回の振幅ごとに絶縁板を髪型に少しずつ移動させて、絶縁板全体を操作させる。受信側でも同様な振り子と接触針を設けて、化学反応によって変色する。記録紙に接触針を操作させる。導通の信号の時に電流を流して、記録紙を変色させて、送信側の絶縁板上の金属文字を再生させる。 送信側の読み取り操作と受信側の記録操作はそれぞれ別の振り子を利用しているので動機が難しく記録位置にズレが発生して画像が乱れ実用化されなかった1933に作られたパンテレグラフのレプリカレオナルド・ダヴィンチ博物館の展示ベインの装置では動機が難しいという欠点を改良したのがイタリア人のジョバンニカゼリである 1862年、カセルは、送信側から、振り子の同期信号を送り、受信側の振り子を電磁マグネットで制御して、同期を取るパンテレグラフを、発明した。フランス郵便、電信公社で採用され、手書きの文字や、図面や絵等の伝送に使用された。用紙は1 1 1トル2 7トルで、約25文字程度が伝送でき、 主に銀行のサイン称号に利用された。ベイクーエルの装置1848年、イギリス人ベイクーエルは、ベインの発明を大きく改良し、現在のファクシミリの基本型を発明した。1851年のロンドン万国博覧会で展示された。送信側は、金属円筒に特殊な絶縁インクで書いた金属箔を巻き付ける。 円筒の円周方向に固定して接触させた金属針を設け、円筒を回転させて、導通非導通の信号を得る。円筒を回転しながら、接触針を円筒の片方の端から端に向かって、軸方向に少しずつ移動させることによって、円周面全体を操作して、受信側に送る。受信側も、送信側と同じ大きさの金属円筒と、 接触針を設け、電流が流れた時に変色する。化学紙を巻きつけ、送信側に同期して回転させる。送信側の導通、非導通の信号は記録紙に濃淡となって表示される。受信側の円筒の回転速度や、スタートストップを、送信側の円筒と同期することが難しく、実用化されなかった。1898年、アメリカ人、 ハンメルは、ベイクウェルの欠点を改良した装置を発明した。8インチ系の円筒を用い、送信側の円筒が一周回転するごとに、同期信号を発生し、その信号ごとに接触バリを軸方向に1、56インチ移動していく。受信側では、送信側の同期信号を受けて、同様な方法で円筒と接触バリを制御して、同期を取る。 同時に送信原稿の信号を受けて記録する。送信原稿は薄い金属白に非同通のワニスで記載し、受信側では2枚の白紙に挟まれたカーボン紙に記録する。原稿サイズは最大86インチで、送信時間は20から30分、いくつかの米国新聞社で採用された。その後、1876年にベルにより電話が発明され、 さらに、1883年に、エジソンにより、真空管が発明。さらに、真空管から、光電管が発明された。アーサー・コルンによるテレフォトグラフィーテレフォトグラフィーの実験1906年、ドイツ人コルンとフランス人ベランが、ほぼ同時に、同様な方法で、写真の伝送に成功した。送信側の円筒に巻きつけていた。 金属箔を写真やイラスト、文字等が書かれた用紙に変え、接触針の代わりに、光電管を使用した。回転するドラムに巻き付けた用紙の小さな一点に、レンズで焦点を合わせて、光電管に光を送る。固定したレンズと光電管をドラムの軸方向に少しずつ移動させる。用紙に書かれた文字やイラスト等の、白と黒及びその中間色の部分は、 光電管によって色の濃さに比例した電気信号に変わり、その信号を電話回線で送る。受信側では送信側と同期して円筒を回転させ、円筒に巻いた因果紙に送られてきた信号に基づいた光を当てて観光させる。写真の中間超伝送を実現させた。コルニ式もベラン式も両方の円筒の回転を一致させるために、 送受信それぞれ別の2個の音差を使い、その振動に合わせて、両方のモーターの回転数を同じにするという原理を使っていた。送信側と受信側の温度や湿度の違いで、音差の周波数が微妙に変わるために、モーターの回転数に誤差が生じ、画像が乱れるという問題があった。コルンのシステムは1910年から、 パリロンドンベルリン間を電話回線経由で結ばれて運用され、ベランのシステムは1930年代、1940年代にニュースメディアで使用された。その後、日本電機の庭安次郎と小林正次が画期的なファックスの技術を開発し、1920年代後半から実運用が開始された。1929年、ドイツ人ヘルは、 テレプリンター方式をファクシミリに採用した新しい方式を発明したタイプライター型のキーボードで文字を入力する。その文字を77ドットのパターンに分解して左側のドット列から順次 ON f f 信号として送信する。受信側ではカーボンコピー紙と記録紙を重ねたテープを円筒に接触させ円筒の回転に合わせて移動させる。 回転する円筒には、螺旋状に等間隔な小さな突起が連なり、この突起列は円筒を二周している。円筒と記録用のテープが接する箇所に、ハンマーがセットされ、受信した ON 信号により、ハンマーで円筒をヒットすると、円筒の小さな突起部分が、カーボン紙から記録紙に転写される。記録された文字は傾いているが十分化し、判読できる。 有線無線に対応できること、通信系のノイズや、歪み、伝文の漏洩に対して強いことで、1930年代の第二次、世界大戦まではポータブルな装置が、ドイツ軍に使用された。その後は1980年代までニュースの伝送に、使用された。日本では1924年6月、大阪毎日新聞と東京日日新聞が、 日本で初めてドイツからコルン式の伝送写真機を3台購入したが不安定。ついで朝日新聞が1928年6月フランスからベラン式の伝送機を3台購入。実験は成功したがいずれも画像乱れの問題があり実用化されなかった。庭と小林コルンベラン方式の改良 NE 式写真伝送装置の送信装置。 国立科学博物館の展示。NE 式写真伝送装置の受信装置。国立科学博物館の展示。1928年、日本電機の庭や次郎とその部下、小林正次は、ベラン式やコルン式の動期ズレによる画像乱れを改良した NE 式写真伝送機を開発した。NE 式は、在野の発明家、安藤博史による、 同期検定装置を採用。送信側の回転ドラムを参照交流モーターで回し3票の波を単相にした波を電話回線で相手側に送り受信機側で参照交流電流に戻して記録用の交流モーターを回して同期を取る同期信号を受信側に送ることで送信側と受信側のモーターを完全に同じ回転数で回せる方式だった。 この方式の利点は、送信側が1回転ごとに同期信号を送ってくる。ため送信側の回転数がブレても、受信側も同じ回転数になるため同期が崩れない。当時三照交流は、強電系の技術であり、直流モーターを使用することが普通だった弱電で、使用する機械は珍しかった。写真の明暗の変化は、光電管で、 電気信号に変換して電話回線の中では音の強弱に変換されて送られる電話の音の周波数をモーターの回転数に音量を明暗の濃さに変換することで画像に乱れなく写真を伝送できたこの同期検定装置は後にファクシミリだけでなく遠隔地のモーターの回転数を制御する技術として広範囲に活用されている 高い精度で遅れる反面、データ圧縮が行えないので、通信速度面では不利であった。1928年11月10日に、京都御所で行われた、昭和天皇の即位礼を、京都から東京に伝送したのが、実用化第1号であった。即位礼の時、速報を大阪毎日新聞社と朝日新聞社が勝って出た。しかし、 同じ音差などを送受信双方に組み込んで同期を取るベラン式やコルン式は気温や湿度の影響を受けやすく環境変化で同期が崩れる問題が克服できず画像が歪んでしまい国は歪んだ画像を文書に載せ公開することを禁止する法律を制定した朝日新聞社にドイツのファックスの技術者が大阪毎日新聞社に当時の日本電気の技術者が付き 両者とも主権時は全く成功せず NE 式を採用した大阪毎日新聞社が本番の時初めて成功した。朝日新聞社は大阪毎日新聞社が速報を出した数時間後にやっと成功した。その後 NE 式は新聞社から始まり観光庁や大企業で専用回線を使用した写真伝送に使用され一般向けでは 平身賞が1930年に写真伝報という名でサービスを開始した。昭和11年には高圧平長の4種類があり、送れる用紙の大きさによって値段が異なった。普通の伝報がカタカナ数字しか送れなかったのに対して、写真伝報は手書きの文字がそのまま送れたので漢字が使える利点が大きかった。1936年に開催された。 ベルリンオリンピックでは、ベルリン東京間に付設された、短波通信回線により伝送された写真が、新聞紙面を飾り、それまでの飛行機便による速報写真は役目を終えていった。1937年に NEC は、携帯端末となり、日中戦争の報道に使用された。NEC の無線技術は高く評価され、後に、日本陸軍の無線、 通信設備を独占した。戦後は、低新省による東京大阪間の公衆網社電信業務、電電公社の電報、気象庁の天気図、国鉄による連絡指示事項を、を全国の駅に一斉同胞、警察の手配写真、新聞報道の写真や記事伝送などに利用された。画像データの伝送標準化と、 回線開放ファックスの普及が急速に進んだのはファックス画像データ伝送の全世界標準化と電話回線のデータ通信への開放である。CCITT において国際的なファックスの画像データ伝送方法についての標準化が審議された。最初に九百六十年に前述のコルミア・ベラン・小林らが開発した円筒機械式操作の 写真伝送装置の標準化が行われた。円筒の直径は 66.7088mm の3種が選定され、操作ピッチは円筒直径を強約数で除した数値とした。この規定により強約数が同一であれば、円筒形が異なる送受信機関でも画像乱れのない通信が可能となる。その他、ドラムの回転速度とその誤差、動機や位相、 振幅変調や周波数変調等について勧告が出された。1970年代までは、ファクシミリ通信というのは、高価な装置を用いる通信手段で、使用するのは、報道会社、鉄道会社、警察組織、軍の組織、特定の企業など限られていて、業務用であり、あくまで一つの組織の内部の通信のために、使われていた。 平面操作タイプのスキャナや新しい記録方式の開発に対応して1968年 G1 企画が勧告された。G1 規格は操作線密度は3.85本マイメートルメートル。電話回線での操作線周波数は180本。分振幅変調と周波数変調について規定している。スキャナで得られる画像信号はアナログで。 振幅変調で送信する場合は、搬送周波数1300から 1900Hz の範囲内で白を最大振幅、黒を最小振幅と定めている。周波数変調で送信する場合は、白が搬送周波数マイナス 400Hz、黒が搬送周波数プラス 400Hz の範囲内と規定され、交換回線経由での搬送周波数は 1700Hz と、 規定されている。1971年の特定通信回線、1972年の公衆通信回線を利用した通信の自由化とともに電話回線がデータ通信やファックス通信に広く利用され、東方電機、NEC、東芝、東京航空景気、日本無線等が競ってファックスの GE 一的容器を商品化した。さらに、 1976年に A4 サイズの原稿を3分で送信する G2 規格が勧告された。操作線密度は G1 規格と同じ3.85本マイメートルメートルで操作線周波数を360本分にし2倍の速度の標準化をしている。画像信号のデジタル化と伝送時間を短縮するデータ圧縮技術が実用化されて 1980年に A4 サイズの原稿を1分で送信する G3 規格が勧告された。対象とする用紙は A4B4A3 レターサイズリーガルサイズで、その短辺幅を考慮して、操作幅は 215.255303mm の3種を規定している。操作の送り方向の操作線密度は3.85本マイメートルメートル。 オプションとして7.7本マイメートルメートル15.4本ミリメートルを規格化している。操作方向の信号は G1G2 規格ではアナログであるが G3 規格では細かく分割した画素単位で白と黒の日にデジタル化される。オプションとしてインチ系の規格もあり操作の送り方向は100.200300.400600.8001200本。 1>, 1インチの7種が、操作方向は100.200-300.400-600.1、200画素、1インチの6種が規格化されている。画像データのデジタル化に伴い、データ圧縮や誤り訂正の技術やファックスに、メモリーを内蔵しての種子の機能が開発された。G3 規格では、オプションとして一次元符号化と二次元符号化、拡張二次元符号化による、データ圧縮や、 ECM などを規定することにより、一分送信を実現している。G3 規格の登場により、ファクシミリの市場が一気に活性化。その結果日本の電気メーカー、通信機メーカー、事務機器メーカーなども開発、製造に乗り出し、特に、欧米と違い漢字といった、象形文字の文化を持つ日本では、図像伝送への様々なニーズがあり、 ファクシミリの性能向上への要求も強く、それらの要求に応えるための技術開発、商品開発に各社がしのぎを削り、質や、機能や使い勝手の向上が図られ、そのおかげでファクシミリは、同一企業内だけでなく不特定多数との更新にも、使われる、通信手段、情報通信の用として広く普及し、日本のメーカーのファクシミリは、世界市場を席巻する状況になった。 オフィス用途では、高スピード、高解像度、大量送信、大量受信に対応できるファクシミリ機器が採用され、家庭用やスモールオフィス用には低価格で、小スペースのファクシミリ機器が販売された。このような経緯で、一般家庭にもファックス機の普及が進んだ。1984年にファックスデータを高速デジタル回線で送信するための標準化。 G4 企画が勧告された。G4 企画は G3 企画を拡張して、回線交換講習データも、パケット交換講習データも、ISDN に対応した企画である。以上の企画の制定や、回線開放とともに量産とコストダウンが進み、官庁や新聞社から大企業、さらに中小企業や個人へと仕様が拡大した。 日本電信電話公社が販売していたミニファックス m f 1 9 8 1年には日本電信電話公社により通信料金の安いファクシミリ通信網が開始された。同時に日本電機、日立製作所、富士通、松下電装、東芝が分担開発したミニファックス MF-1 が電電公社から発売されヒット商品となった。 1984年には G3 規格適用の改良機 MF-2 を開発、販売を開始した。その間、現在の主力である G3FAX が開発され、また1985年に電話機をはじめとする端末設備の接続が自由化されると、中小企業や商店などで急速に FAX が普及し始めるとともに、 パーソナルコンピュータなどのファックス内蔵モデムが登場する。1988年に開催されたソウルオリンピックを目前に高解像度のカラーイメージスキャナーが登場し、同時に日本の主要都市に光ファイバーが付設され、デジタル通信回線により高解像度の伝送された写真が地方新聞社に送られ、カラー写真が紙面を飾った。 1990年代に入るとコードレスルス版電話機と結合された形で一般家庭でも使われるようになった。また、ファクシミリの機能を活用しあらかじめ決められたコード番号を入力することで様々な情報を受信することが可能なファックスサービスの提供が主な企業より行われた。日本では1990年代半ばまでファクシミリの 通信網契約数は右肩上がりで増え続け、例えば1984年に1万8000件ほどだった契約数は5年後の1989年には36万9000件ほどになり、1994年には67万8000件ほどに達していた。2000年代以降の利用状況電話網に接続する 家庭用ファクシミリ期1990年代後半あたりから情報転送の技術としてインターネットの利用が開始され2000年代に入ってからビジネスでも徐々に文字、図像情報の転送にインターネットを利用することも増えそれと連動してファクシミリの利用は徐々に減ったしかし証拠を残す必要があるようと パソコンを使わずに画像を即座に転送できるなどの有利な面があり、業務用では観光庁向け、家庭用では高齢者向けに需要が残っている。日本の観光庁ではファクシミリに依存したシステムが使われ続けていることが業務の効率化を妨げているとして、河野太郎行政刷新担当大臣がファクシミリからの移行を提案しているが、事務方は 国会対応のため議員とのやり取りに使うなどの理由から消極的である。日本の芸能事務所などではファクシミリで情報のやり取りをすることが多く、特に有名人が結婚、離婚、妊娠などの重大事項を発表する際などは、本人もしくは所属事務所がテレビ局や新聞社にファクシミリで送信することが多い。これはファクシミリは文面のもとに、 実質で署名もできるほか、発信者の確認がしやすく、解文書扱いになりにくい形で複数の報道会社に向けて一括で送信できるからとされる。2000年代に入ってからは、IP 電話、LAN インターネットなどの電話交換機を介さない、IP 通信網を利用した、インターネットファクツも利用されるようになった。市販されている、ファクシミリ機器は、 電話機と一体になっているものがほとんどである。日本におけるファクシミリの世帯普及率は2017年に35.3%。世帯主年齢が40代では35.1%、30代で11.2%、20代で1.3%。2020年には20代は2.1%、30代は9.4%。 40代は25.8%、50代は43.2%、60代は48%、70代は47.4%、80代以上は38.9%となっている。2010年代には、スミソニアン博物館に産業遺産として収集されたファクシミリではあるが、2020年代においても、セキュリティやプライバシーなどを理由に、 インターネット網に接続していないデジタルな集計を行わない機関や分野では使用され続けている2020年に新型コロナウイルス感染症の集計が行われた際にはファクシミリによる報告が少なからず行われ現場が集計に手間取って強行をきたす場面もあったこの種の伝送は最初からファクシミリという呼称で定まっていたわけではなく様々な 呼ばれ方をしてきた歴史があり、例えば、テレフォトグラフィーテレフォトグラフィーや、テリカッピーテレコピーなどと呼ばれていたこともある。ファクシミリファクシミリという用語は、ラテン語のファクシミリ、ファシアシミリが語源である。ファクシミリは、陰ー語圏では、忠実なコピーという意味が第一義的な意味であり、現在も、そちらの意味でも広く使われており、例えば、写本のファクシミリ、 肉筆の手紙のファクシミリなどと日常的に言っており、ファクシミリという言葉の方を中心に据えてみると、図像の伝送装置は、実は、一番目ではなく、二番目に位置する用法として、用いられている。ファックスは本来、ゼロックス社のファクシミリに付された、登録商標であったが、商標の普通名称化により、広く使われる言葉となっている。いろ,いろな分類法があるが、 一つには、ドキュメントファクシミリ模写伝送、フォトグラフファクシミリ写真伝送と分類する方法がある。模写伝送は、白か黒の二階帳しかなく、文字や線のようなものしか送れないものであり、写真伝送とは、中間帳を含むも、画像つまり白黒写真のようなものも送れるものである。有線ファクシミリ、ラジオファクシミリと分類することもある。 日本の電波法施行規則内で、ファクシミリと呼ばれているのは、後者のラジオファクシミリのことで、電波を利用して永久的な形に受信するために静止映像を送り、または受けるための通信設備と定義している。伝送経路の歴史的な変化、広がりを踏まえつつ、有線ファクシミリ、ラジオファクシミリ、電話線ファクシミリと分類することもある。標準化をもとに G、G1。 G2, G3, G4 などと分類することもある。最終的に出力される紙を基準にして、関熱シファックス、普通シファックスなどと分類することもある。振り子方式1843年、ベインは、振り子の振幅方向に平行な下部側面に、絶縁板をセット、その絶縁板上に、金属の文字を置き、振り子の先に絶縁板に接触する。 金属針を取り付けて左右に振り子を動かす方式を発明した。振り子の先の接触針は絶縁板を左右に移動して絶縁部分に接触しているときは非導通、金属部分に接触すると導通の信号を送る。一回の振幅ごとに絶縁板を髪型に少しずつ移動させて絶縁板全体を操作させる。送信側の読み取り操作と 受信側の記録操作は、それぞれ別の振り子を利用しているので動機が難しく、記録位置にズレが発生して画像が乱れ実用化されなかった。1862年、カセルは、ベインの動機が難しいという欠点を改良した。1862年、カセルは、送信側から、振り子の動機信号を送り、受信側の振り子を電磁マグネットで制御して、同期を取ることを、 発明した。フランス郵便、電信公社で採用され、手書きの文字や図面や絵等の伝送に使用された。機械操作のドラム回転式1848年、ベイクウェルは、金属円筒に特殊な絶縁インクで書いた、金属箔を巻き付け、金属針を接触させて、円筒を回転させて、導通非導通の信号を得る。円筒を回転しながら、 接触針を、円筒の片方の端から端に向かって、軸方向に少しずつ移動させることによって、円周面全体を操作してその信号を送信した。1906年、コルンとベランは、イラスト、文字等が書かれた用紙を回転する円筒に巻き付け、用紙の一点に、レンズで焦点を合わせて、光電管に光を送る。固定したレンズと、光電管を、 ドラムの軸方向に少しずつ移動させて全体を操作する。用紙に書かれた文字やイラスト等の白と黒およびその中間色の部分を光電管によって色の濃さに比例した電気信号に変えて送信する。ドラム回転式は原稿を1枚ずつセットするので操作が煩雑で多数の原稿に時間を要する等の問題があり平面操作による 操作性の改善が求められていた。オプチカルファイバによる平面操作。オプティカルファイバは極細に引き伸ばしたい途上のガラスである。そのガラス糸の端面に光を当てると、光は直進し、ほとんどロスなく、多端に到達する。そのファイバ約1500本を横一列に並べて読み取りする原稿に接触させる。原稿に光を当てて白。 黒の反射光を対応する1500本のオプティカルファイバーで反対側に送る。反対側の終端はセンサ側で配列の順序はそのままで円形に固定し、その円形に対抗して円盤を配置、モータで円盤を回転する。円盤にはファイバー端の円形に相当する位置に1本のファイバーがセットしてあり、円盤の回転により1500本のファイバーをスキャンする。 ファイバの多端から出た光はフォトマルチプライヤーで電気信号に変換される。このオプティカルファイバはラインサークルコンバータと呼ばれオリンパス工学が開発した。フォトダイオードアレイによる個体操作原稿に蛍光灯の光を当てレンズでフォトダイオードアレイに焦点する。アレイはフォトダイオード512個を一列に並べて LSI 化したものである。 主操作方向 256mm 幅の原稿を4分割し4個のフォトダイオードアレー面に焦点を合わせる。4512個のフォトダイオードの出力を順次取り出すことにより1ラインの画像信号をスキャンする。8ペルミリメートルの解像度を得る。CCD による個体操作原稿に蛍光灯で光を当てレンズで一列に並べた。 フォトダイオードに焦点を合わせる。各、フォトダイオードに対応して、CCD が配置されている。フォトダイオードが受けた光の強さを対応する、CCD に伝えて記憶し、CCD を順次読み出すことによりスキャンする。密着イメージセンサによる、個体操作照明を蛍光ランプから、LED アレイに変えて、長寿命化、屈折率分布型レンズアレイを使用して、 航路長を 30cm から 1cm に短縮。センサに CDS タイプを使用したスキャナが開発された。大幅な小型化が図られ、読み取り部のユニット化が実現した。完全な密着イメージセンサは京セラが1996年に発売したのが最初で、その後各社が開発し、各社のファックスで広く採用された。フラットベッドタイプのスキャナボニ 雑誌、薄い用紙や小さい用紙等の原稿をガラス面に伏せてセットしてスキャンする。現在のコピーマシーンで採用されている自動給紙機構を持つ高性能ファックスが出現した。振り子方式1843年、ベインは振り子の振幅方向に平行な下部側面に接触針を設けて化学反応によって変色する。 記録紙に接触針を操作させた。導通の信号の時に電流を流して、記録紙を変色させて、送信側の絶縁板上の金属文字を再生させる。機械操作のドラム回転式1848年、ベイクウェルは、金属円筒に、送信側と同じ大きさの金属円筒と、接触針を設け、電流が流れた時に変色する。 科学紙を巻きつけ、送信側に同期して回転させる。送信側の導通、非導通の信号は記録紙に濃淡となって表示された。1906年、コルンとベランは、送信側と同期して、円筒を回転させ、円筒に巻いた因果紙に送られてきた信号に基づいた光を当てて観光させた。写真の中間超伝送を実現させた。 OFT 記録 OFT は、表示面にオプティカルファイバーを束にして、板状にしたプレートを使用した CRT である。内面に塗布された、蛍光体に電子が衝突して発光し、ファイバーを直進して、表示面に出てくる。表示面に記録紙を密着して観光させる。一般の CRT は、光が発散するが、OFT では、ファイバーの方向へ、光が直進するので、 レンズにより焦点を合わせる効果と同様な解像度の良い画質となる。FAX に使用する OFT は表示面が扁平な形状で横幅は用紙の幅、縦方向は約 1cm である。記録用紙を帯電器に通した後 OFT のファイバープレートに密着して少しずつ移動する。帯電した用紙は OFT 表示面からの光に当たったところが 放電して、線造を作り、次工程で、黒色微細鼓を入れた液体で示したローラと接触させることにより、記録紙の代電していない箇所に、黒色子がつく。マルチスタイラスによる、静電記録マルチスタイラスは32本の、針状電極を微細間隔で一直線に並べて、ブロック化したものである。 そのブロックを64個並べて1列2048本と、し、静電記録紙に密着させる。白、黒の信号により金属針の電圧をオンオフして記録紙に帯電させて、線像を作る。記録紙を現像機に通すと帯電した箇所に、黒色微細子がつく。その記録紙をローラに通して圧力をかけ、黒色微細子を紙の繊維管に押し込んで定着させる。 関熱記録関熱記録紙は熱により黒色を発色する。ファックスの場合は8個マイメートルメートルの間隔で横一線に並べた発熱体を記録紙に密着させて画像を得る。多くの普及型ファックスで採用されている。構造が簡単でコストが安いが記録紙が長期保存により退色する短所がある。レーザーによる電子写真式記録観光ドラムを 帯電させ、レーザーで照射すると、照射された箇所の電荷が放電して、電荷像を作る。帯電させた黒色の微細な粉末を観光ドラムに近づけると電荷のない部分にのみトナーが付着する。観光ドラムに用紙を押し付けて、トナーを用紙に転写する。ドラムを通過した用紙に強いフラッシュ光を当てトナーを、用紙に溶着させて定着をする。 印字品質が良く印刷速度が速いが複雑な構造でコストが高い。現在ではレーザープリンタで使用されている。熱転写方式の普通紙記録普通紙の上にフィルム状の熱転写リボンを重ねて発熱体に接触させると熱が加わった箇所にリボンの色が転写される。初期のファックスはロール紙が使用されていたが最近では A4 または B4 サイズのカット紙が使用されている。一次元不合化方式1ラインごとに画像データを処理してデータを圧縮する不合化方式である。一般の文書の画素データは黒または白の連続が多いことを利用したデータの圧縮方法である。黒画素の連続した数をコードに変換して送信し受信側で元の画素に復元する。 出現頻度の高いランレングスから順番に短いコードに変換して画像データを符号化することにより送信データを短くすることができ送信時間を短縮することができるファックスでは従来の1 6になり A4 原稿を約1分で伝送できる1980年 CCITT において G3 規格の中でヘルツ符号化方式として ランレングスに対するコードが標準化され、一次元符合化方式として制定された。二次元圧縮方式ラック文字や簡単な図形が、中心の原稿は、画像データの上の行と下の行は、ほとんど同じで、変化は少ない。この性質を利用して、データ量の大幅な圧縮を図ったのがラックである。ラックは、下の画像データを一段状のデータと比較して、 変化している箇所を検出し、その位置を符号化して、データ圧縮をする方式である。参照ラインのデータが圧縮なしの場合に、MR 方式、参照ラインのデータが MHz 方式で圧縮されている場合は、MMR 方式という。1980年 CCITT による G3 規格の中では、上記・一次元符号化方式のオプションとして、 二次元符号化方式として制定された。二ライン一括符号化方式一次元符号化方式は白と黒の二種の変化であるが、この方式は二ラインの白、白、白、黒、黒、白、黒、黒の四つの組み合わせがある。この組み合わせの変化とランレングスのデータを送信する。二操作線一括ランレングス符号化方式とも呼ばれている。 オールドックファクシミリの G3 規格には標準モードとオプションとしてファインモードがある。標準モードでは装置の縦方向はミリメートルあたり3.85ライン、ファインモードで7.7ラインであり解像度が良い。しかし、ファインモードはデータ量が2倍で、伝送時間が2倍長くなるという短所がある。オールドックは複雑な図や細かい文字かどうかを送信データの ランレングスで判定して、ファインモードと標準モードに自動的に切り替える機能である。蓄積交換システム FAX の送信データを蓄積交換装置に送ってメモリーし、あと宛先 FAX に送信する。1979年に商品化された蓄積交換装置は、現在の FAX へ継承されている下記のように多数の機能を実現している。 蒸気の機能は1982年にはフロッピーディスク内蔵のファクシミリに受け継がれ、1986年にはラムを画像メモリーとしたファクシミリ引き継がれた。順次自動ポーリング受信受信側のファックスから要求して送信側ファックスのデータを送信させる機能である。受信側ファックスのキー操作により、 登録されたファックスに接続し、文書等を送信させて受信する。電話料金が安価になる、遠距離、夜間等の通信に利用された。1980年に実用化された。その後、1984年以降では、メモリーを内蔵するファックスが商品化され、同方装置なしでこの機能を実現した。スーパー伝送方式ファックスの画像データをメモリに、 蓄積し、宛先のファックスのメモリに高速で伝送する。1982年に、世界で初めて、フロッピーディスク内蔵のファックスが商品化され、A4 サイズを、世界最高速の9秒で伝送した。この方式を、スーパー伝送と呼んだ。電話回線を利用してのファイル転送の先駆けとなった。中継道報道法先の1台のファックスにデータを、送信し、 そのファックスから近隣のファックスに同報する。国際回線や東京、大阪関東の遠隔地の多数のファックスに同報する場合に効率が良く低コストで伝送できるシステムである。1982年に商品化された ECM ファックスの画像データを圧縮して送信する際。際途中の通信回線でノイズや歪み等でデータが間違った場合、 受信した画像が大きく乱れる。この対策として、受信データの間違いを修正する方法が ECM である。ファックスの画像データを分割して、その一つ一つの後に、数ビットの補正データを付加して送信する。受信側では受信した画像データと補正データを、照合して、まさしく受信した場合はそのまま、エラーを起こしたデータに対しては補正データにより、 修正して印刷する。1987年に CCITT が G3 規格のオプションとして採用した。モデムフォールバックステップアップ電話回線経由の電気信号にはノイズや歪みがあり、送信したデータがまさしく伝わらないことがある。ファックスの画像データを送信した場合、データにエラーがあると画像が乱れ、ひどい場合には文字が読み取れない場合がある。 高速伝送は送信時間を短縮できるがノイズや歪みの影響を受けやすい。低速での伝送は比較的にノイズや歪みの影響が少ない。モデムは伝送速度の切り替え機能があるが当初は自動切り替えの機能を持っていなかった。モデムフォールバックは受信側で電話回線の状況を計測し品質が良くない場合には 伝送速度を下げて、品質を確保する機能である。この手法は現在でも ADSL 等で採用されている。ステップアップは、この逆で、品質が良い場合に伝送速度を上げる方式である。自動診断機能 FAX は、読み取り部、記録部、シーケンス制御部、データ圧縮、復元部、伝送制御部、モデム部で構成されている。自己診断プログラムにより、 各ユニットの機能の自動チェック、パターン発生器によるテスト、折り返し伝送テストができ、操作パネルにその結果を表示する。1979年に商品化された FAX に採用された。受信側 FAX に対応した縮小送信スキャナで読み込んだ B4 や A3 サイズの原稿のデータを、宛先の FAX の記録紙のサイズに合わせて、 データ変換して送信する。相手側番号表示ご接続の防止をするために、送信側の FAX に宛先 FAX の電話番号を表示する。省電力自動受信体記事は、主電源をオフにし、受信の時点で自動的に ON にすることで、大幅な省電力化が図られる。サイ度や、現行の濃さを設定し、相手先電話番号を入力する。 業務用の複合機ではここで用紙を1枚ずつ送り込んでイメージ情報として読み取られ一度内部のメモリに記憶される交換機へダイヤル信号を送り出し相手のファックスに発信する受信側が応答しなかったり話し中の場合は一定時間経過後にリダイヤルする送信側から受信側へ CNG 信号と聞こえ多くの機材では 回線接続前から発しているを喪失する。回線接続後、受信側では、送信側からの CNG 信号を検出し、必要に応じて電話、ファックス切り替え機を動作させて、ファックス装置を起動。セット信号を発して応答する。その後、送信側、受信側で互いに実装されている、能力情報の受け渡しを行えるよう可能な。 最大能力での通信速度、画像データの符号化、符号訂正方式などを決定、トレーニングによりモデムの調整を行う。方式に合わせた画像信号形式で送信側からデータを送信する。家庭用など小型の機器はここで読み込みを開始し、同時にデータを送信する。受信側のファックスからの受信完了信号を確認しながら、送信側はデータを 次々送信する。エラーの場合は再送信を行う。送信終了、または相手から一定時間を問わない場合、回線を切断する。受信側では記録紙に印刷を行う。記録紙が切れた場合には内蔵メモリである程度まで受信を行う。また、受信中は内蔵メモリで記録しておき、他のファックスやパソコンなどへの転送。 ディスプレイでの確認を行った上で、必要なものだけ印刷することが可能なものもある。送信側では、正常終了、または異常終了のメッセージが出力される。陸上用では、2011年現在は、家庭用、業務用とも、一般の電話回線や IP 電話を利用した G3、ファックスがほとんどである。同一メーカー同士の通信の場合には、 メーカー独自の手法でデータを圧縮して通信時間の短縮を行っていることが多い。その他にパーソナルコンピュータやサーバーのファックスソフトウェアの発売企業やインターネットファ x クツとオンラインストレージとを組み合わせた ASP がある。設置時にファックス本体の設定をダイヤル回線かプッシュ本回線か ISDN のいずれか。 契約している回線に正しく設定しなければ、正常な送受信ができない。また、ADSL 等を使用している場合、干渉を避けるため、間にフィルタを取り付ける必要がある。収容される隣接する回線が ADSL を使用している場合、影響を受ける場合がある。ありがとうございます。